皆さんこんにちは。今回は、特別な敵、赤いオーラの敵がリポップするかどうかって動画。ってことで見に行ってみたんですが、リポップされておりました。修復活の可能性はかなり高そうですね。ただ、敵のレベルは倒しても固定化されたままなので、おそらく、ドロップのレアリティが低いやつは低いままなのかな?って感じがしますね。まあ、このあたりは情報を求むという感じでしょうか。もともとデータドックの条件貫通してドロップしてたので、低いやつは低いままな可能性は高そうですね。そして、こちらの修正情報も話していきます。はい、スカーさんに修正が入りました。で、どこなのかというとちょっと見せづらいかな。スカーさん止まってくれないからね。この動きで、わかりますでしょうか。ちょっときついよね。ってことで、こちらをご覧ください。股間が修正されたようです。つまり、股間の交換をしたということですね。ってことで、並べてみればわかるんですが、股間のジッパーが削除されました。あえて言わなかったけど、絶対みんな気になっていたよね。海外でも結構いじられている印象もあったので、不名誉の修正という感じでしょうか。ただ、物議をしていたのは一部界隈ということもあるらしいので、股間ジッパーを元に戻してほしい、という意見もあるようです。自分は正直ない方が好みなんですが、皆さんはいかがでしょうか。ってことで、ささやかな情報をまとめた動画でした。月曜日で、州討伐、恩害獲得強化回数、武器経験値素材合成回数。このあたりがリセットされているので、まめにやっている人はお忘れなくですね。ということで、名調2週目の月曜日に起きた出来事でした。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。